あ、こんばんは。今日もこの、町工場のおっさん、なんと今日もバイマスゲイドセミナーなるものを行います。相変わらず髪の毛ボサボサで、よくこんな髪型で、お客さんどこ行くし、またこの自分の会社で対応するなと自分でも思うわけなんですけど、これですね、この髪型なんとか頑張ろうと思うんですけどね、硬いんですよね。なかなかドライヤーでもセットができないということで、まあいいんじゃないですか。ということでですね、今日で丸1年目になりました。次回から2年目に突入です。結局279回しかできなかったんですけど、目標は何回やろうかと、何回1年間でやろうかと考えたかというと、実のところですね、何も考えてませんでした。それで279回目で、これがどう、数字がどうこうということは全く、何とも思わないんですけど、まあ1年が終わって次から2年目ということだけなんですね。さあ、このおっさん、どうでもいい、このお兄さんにバイマスセミナーとかやってますけど、一体いつまで続ける気なんでしょうか。本人が分かってないから誰も分かるわけないですね、そんなことはね。で、今日はですね、早速本題に入らんといかんですね。これは至らん話をしてもしょうがないわけでございまして、今日から本格的に木質バイオマス、森林バイオマスについてお話を、申し上げていこうと思います。今まで木材について、森林について、基礎的な知識と思ってるんですけど、その内容については、何回かに分けて結構な回数になったんですけど、説明申し上げたというふうに、思っている次第でございます。で、今回から本格的にですね、ようやくですね、この、木質バイオマス、森林バイオマスのスタートラインについたというふうに考えるわけでございまして、実のところですね、この青二歳バイオマスセミナーにおいてもですね、過去この木質バイオマスといいますか、この話についてはですね、過去を 何回かに分けてお話申し上げたことある申し上げたことはあるんですが、今更ながらですね、今更ながらその、バイオマスという言葉について、も含めてですね、ご説明を申し上げたいというふうに思う次第でございます。かなりあれですね、暑くなってきましたね。今涼しいですね、おかげさまで。ちょうど真夏日にはですね、手前どもは、もちろん工場にクーラーなんかついてないですよ、暑いんですけど、真夏日はちょっとですね、炎天下なので現場工場しないといけないので、これからですね、現場入るっていうことがたびたび出てくるので、熱中症だけは気をつけなくちゃいけないなというふうに思っているわけですね。そういうところに、この森林があればですね、大変結構だというふうに思うんですけど、なかなかですね、そういうわけにはいかないと。この国土面積の3分の2を占める森林なんですが、しかし実際はですね、手前どもの工場の周りに森林があるかというと、ないわけであって。家の周りにあるかというとないわけですね。ところがですね、九州は福岡に住んでるんですけど、車を1時間ほど走らせればですね、そのところ森林があると。よかとこですね、そういうのはね。木材はですね、そのところ、早速本題入ります。木材は化石燃料、まあ原子力でいうウラン燃料とは異なります。そうですよね。木材そのものは異なりますよね。で、なんでかというと、まずですね、天然資源利用抑制なんだと。天然の資源を利用するんではないと。これ重要なんですよ。なぜかというと、天然の資源というのは枯渇してなくなるわけですね、将来的に。例えばですね、私ども世代がですね、はいいかもしれないけど、今後この資源、化石燃料等は、必ず使わなくちゃ人間は生きていけないということになるとですね、当然ながら後の世代、子供、孫孫の世代、孫のその次の世代となってくると、エネルギーの枯渇という大きな問題もあり得る。で、ウラン、ウランも実は枯渇するですよ。原子力はどうなるか分かりませんけど、日本国内は
ああ、どういう方向に進むのかも実のところわからないんですが、文字は止めてほしいんですけど、まあ世界的に見るとまだ原子力は進めていこうという、まあ今年っていうか最近は原子力ルネッサンス、つまり CO2 の排出の抑制ということでの、話もあったんですが、話といいますか、実際に稼働させようという、日本国内もそういう意向だったんですが、今後行方をわからないと。それで、このウランについては実のところですね、ウランの資源争奪というのも実際起きているわけであってですね、ただ今後どうなるかというのは分かりません。ただ本当にウランというのは核燃料リサイクルがうまくいかなければ枯渇します。いくら原子力といったところで枯渇する燃料なんですね。それとプルサーマル、あまり効率は上がらないんですね、実際のところね、あれにあっても。それどころかプルサーマルにあるプルトニウム、あれは猛毒なんですね。あれが一旦、漏れたとするとですね、人がバタバタと死んでいくということになるかねないというのが原子力なんですけど、まあ、それはいいですね。今回は木材についての説明ですね。木材は天然資源抑制である。そして再生可能資源であるし、持続可能資源である。ということはどういうことかというとですね、先に結論から言うとですね、こういうことなんです。森林は、申し上げたことあるんですけど、森林は伐採します。ところが森林は植林します。そして成長します。で、また森林が出来上がり、それを伐採、植林、成長と、これを一定期間で繰り返せるわけですね。繰り返せる。だからなくならない、なくならない、なくならない。再生可能資源であると言えるわけですね。再生が可能、太陽光がある限り植物であるものはですね、再生が可能であると。光合成に炭素が固定されるということで、再生可能である。それと持続可能、要するに、永遠に続くと、途中で止まることはないと、持続可能資源であるということが3つが大きな点なんですね。天然資源利用抑制であるし、再生可能資源であるし、持続可能資源であると。で、これはどういうことに発展していくかというと、資源使い捨て社会から資源リサイクル社会へと、そういった社会の構築、つまり持続可能、再生可能、循環型社会形成が構築できますよと。資源使い捨てというのは、これは要するに化石燃料、あるいは原子力、核燃料リサイクルがうまくいかなければ、いずれウラン燃料でさえ枯渇すると。それは要するに資源の使い捨て社会じゃないかと。それじゃなくて、資源リサイクル社会、持続可能循環型社会、あるいは再生可能循環型社会構築を目指しませんかということですね。これは将来的じゃなかった。申し訳ないですね。例えば木を燃やして灰となったとしても、これは使える可能性がある。もしも使えるんであればですね、ゼロミッション、つまり廃棄物さえなくなってしまう。そういうことも言えてくるというか、将来像としては見えてくるわけでございまして。それでですね、今は7分8分ですね。まだいいですね。で、森林は、従来から申し上げていることの、復習にもなるんですが、結局 CO2 を吸収して、森林は CO2 を吸収して、酸素を排出します。で、炭素が固定されると。で、炭素を循環させ、CO2 排出を抑制します。つまり、炭素が循環されることについてはですね、これは CO2 排出を結局は抑制することになるということになっていくわけですね。で、森林、また、昨日も説明しましたけど、森林の資源、要するに木材から作られる建設資材とあるんですが、これは省エネルギー消費、エネルギーあまり必要なく製作ができる。例えば、この省エネというのはアルミニウムの800分の1、鉄の200分の1で、この建設資材等ができてしまう。こういった省エネ効果が十分にあるということ、要するに木材というのは省エネであると言われるわけですね。と言えてくるのが、まずカーボンニュートラル、CO2 が増えないじゃないか。それと、今盛んに言われている低炭素社会構築が可能である。木材を使うことによってですね、炭素がぐるぐる回るわけであって、これが回るだけでですね、結局は CO2 排出にはつながらないわけですね。で、低炭素社会が構築できると。いうことになっていくんですね。で、それをちょっとまとめてみると、木材は加工エネルギーが少なく済み、建築材に使用されている期間中は炭素が固定。で、その点はですね、他の材料と異なり、結局は有機性資源であるということが大きな特徴なんですね。
木材は加工エネルギーが少なくて済み、建築材に使用されている期間中は炭素が固定され、他の材料と異なり、有機性資源である。要するに有機性資源でありますよ。有機性資源。炭素が固定されている。例えば燃料にも使えるじゃないかということになっていくわけですね。そして昨日も申し上げました。木材は軽く丈夫。軽くて丈夫で加工がしやすい。申し上げたのは湿度調整ですね。それと断熱性に優れ、独特のぬくもりを感じさせる。この独特のぬくもりを感じさせるのは木材しかない。他の資材にはありえない話ということになっていくわけですね。それで、これですね、木材の加工時に副産物として排出される樹皮、おがこ、あるいは炭材ですね。こういったものはですね、燃料、堆肥、家畜飼料、炭化原料、そしてボード材等に使えて、ボード板なんかに使えてですね、リサイクル利用が実際されていると、そういうことなんですね。リサイクルできる、結局はですね、廃棄物がなくなるじゃないか。使った上に廃棄物がなくなり、で資源リサイクル、また再生が可能できるという、そういったですね、木材つまりこれが結ばれますね、つながっていくんですけど、こんな優れたものをぜひ使いましょうということなんですね。ところが日本国内は、この、特に国産材というのが使われないためにですね、お金が森林に回っていかなくて、結局は森林荒廃につながり、水資源の確保、あるいは土砂崩れ、あるいは、その森の豊かなプランクトンが結局海に流れていかない、海の魚にまで影響を与えてしまうというふうな問題も起きるわけですね。そういうことです。さあ次回から、より一層深く突っ込んでお話をしたいと思います。今日はこれで終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございます。さようなら、お元気で、さようなら。ひょいのひょいのひょい。アザイチェーン。